ございます。じゃあ今日がアニメの撮影なんですけども、うん、一応今日、今からお打ち合わせなんですけど、うん、まあ、ちょっと今回案件の動画になってます、うん、はい、なんで今回の案件はそんな撮ってるの撮ってるとか言ってちょっとストーリー風というかにしたいと。ストーリー風、お父さん誕生日おめでとうございます。これは本当に相手の説明なのかこっちなのかよくわからないけどありがとうございます。すごい、これを準備してたのね。ケーキ用意してるんで。ありがとうございます。いやもうほんとさ、分かった、こうやって何かもらうとかしてもらうっていう時は多分私はリアクション薄いんだよ。サプライズ系は私リアクション薄いんだよ。おー大悟だ、すげー、え、こんな風にしてくれるんだ、かわいい。なんかちょっとこの紫色な感じがなんかこう大悟感を匂わせてるような。これなんか作らされた人はすごい大変だっただろうな。いただきます。うわ、あ、チョコっぽい。うん、チョコクリームとココアっぽいスポンジのやつ。うん、いいね、これで今日もゲーム頑張れるね。あと実はこれだけじゃなくて、うん、僕たちスタッフから、うん、プレゼントをちょっとご用意してます、はい、これで私に肉を焼けと。フリフリスタンド、絶対ほらこうやって焼くやつじゃん。すごくない？私こんなんで焼いたことないんだけど。そうですね、これでちょっとこんがり肉を作っていただくってことですね。え、このチャンネルで、はい、モンハン飯これレシピ本ってことでしょ。はい、回復や。メロンシロップとオレンジジュースとレモン8分の1カット1ケ1個です。肉風になるっていうことで、ほらベーコンを巻く的に牛バラスライスを巻く。普通にこれが夕飯で出てきたらびっくりするよね。そうですね、作れそうなものは頑張ってみようかな。はい、なんだこれ、GM 後藤真希、なにこれ、リップバームです。なにこれ、でも聞いたけどおしゃれ、ほらこんなふうになってる。多分鏡こうやって剥がせば鏡が出てくる。これはじゃあ何、これもちょっとじゃあ開けて。あ、キャンドルだ、アロマキャンドル的な感じ。ああ、いい匂い、なんかお寺にいるみたい。もうリアルな抱負で言えば老いないでいたいっていうのがリアルな抱負ね。あとはね、YouTube 始めてもう1年半ぐらいか、チャンネル登録者数もありがたいことに徐々にこうね増えていってるわけですよ。37歳までに登録者数が、そうだな、じゃあ30、高く見て35、高く見てるの、じゃあ35を超えたら次は40、そういう感じで5刻みでいきたいと思います。後藤さんだけに。あ、でも本当今後もうちょっとコロナがね、あとどれぐらいで終わるか分かんないけど落ち着いてきたら一緒にね誕生日をいわゆるイベントとかできたらいいなと思って、
なのでね、これからもまあおまきのギルドもそうですし、まあ、個人の活動もそうなんだけど、みんなに喜んでもらえるような活動を頑張っていけたらなと思うので、楽しみにしていてください。そしてよろしくお願いします。ありがとうございます。パッパラパーパッパパパパーパパ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 パ